はい、どうもこんにちは。毎日インスタグラムで使えるフレーズを投稿している熊田と言います。よろしくお願いします。はい、今日はね、皆さんタイトルにもあった通りなんですけど、実は僕ね、コロナになってしまいました。で、だいたい今から10日前ぐらいなんですけど、とうとうね、僕もかかってしまいました。で、今日は、まだね、今コロナになられた方も多いと思うんですけど、まだなってない方も多いと思うので、どんな感じの症状が出るのかとか、こういうものがあると助かったよっていうのをね、ちょっとお伝えできたらいいかなと思いますので、皆さんね、ぜひ参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい、そしたらね、もう早速話していこうと思うんですけど、コロナになったのが、8月17日ですね。ちょっと僕ね、ここに今手元に、メモしてるのを置いてるので、それをね、ちょっと振り返りながら読んでいこうと思うんですけど、8月17日に、朝昼ぐらいですね、微熱が出てきました。37度5分ぐらいのね、微熱が出てきて、あれこれちょっとまずいぞと思って、まあ、若干ね、こうしんどい程度ではあったんですけど、夜になるとだんだん上がってきて、その日最高が39度ぐらいまで上がりました。これはちょっとさすがにやばいなと思って、次の日ね、夜、病院に行くとコロナに感染してるっていうことが分かりました。もうね、39度出た時点でもうね、コロナかなと思ったんですけど、やっぱりそうでした。で、僕の症状としては、その1日目はもう本当に高熱が出て、特にまあ他の症状っていうのはあまりなく、若干ね、まあ高熱が出てるので喉もやられて、まあ若干こう痰が絡むような感じではあったんですけど、それ以外の大きい症状っていうのはありませんでした。で、2日目ね、夜病院に行って、で、そこでまあ PCR 検査をしてもらって、で、その1日もね、もうまあ病院自転車でギリギリ行ったんですけど、もうね、もう倒れるんじゃないかと思いながら、で、まあマスクしながらね、他の人に移したらいけないので、なるべく人通りが少ない道を通って病院に行って、で、検査して、で、帰ってきて、もうその1日もね、もうずっと布団で寝てるような生活で、もうほとんど動けず、もう食欲もね、もうかなり落ちてしまってたので、食べられたとしたらもうこんにゃくゼリーとかをちょっとこう食べるぐらいで、過ごしていました。で、僕の場合、幸いね、近くに家族だったり親戚とかがね、近くにいたので、もう家の前に食材だけもたんまり買ってもらって、で、それでなんとかこう自分のね、栄養を取り入れたりとかっていうのを、できるような状態でした。で、3日目19日になってもね、まだ高熱っていうのはずっと出ていて、38度5分とかね、39度ぐらいずっと続いていて、で、まあ全然熱下がらないなと思って、で、まあ3日間ずっとね、高熱にうなされてるので、かなりしんどい状況でした。で、何がしんどいっていうとね、食欲がもう全然出ない状態で、先ほど言ったみたいに、まあ食べれるものとしたらゼリーとか、あとはもうポカリをずっとひたすら飲んでるっていうのと、あとは食べれても、まあこれもほとんど同じなんですけど、ウィダーインゼリーみたいなものをもうなんとか飲むみたいな感じでした。なのでね、もう体重も3、4キロぐらい落ちてしまって、もともとね、細いんですけど、もうこれ以上痩せたらどうなっちゃうんや、みたいなね、感じの状態でした。で、20日、まあ、出てから4日ぐらい、17日がね、初日なので経つと、だんだん熱が落ち着いてきて、まあ、7度5分ぐらいまでなってきたんですけど、で、僕ここでちょっと怖いなと思ったのが、コロナって、まあ、他のね、熱の症状とかだったら、だんだん、こう、最初にね、症状のピークが来て、だんだんこう落ち着いてくるイメージだと思うんですけど、まあ、熱はだんだん落ち着いてくるんですけど、今度は喉の痛みに変わってくるんですね。で、それがもう激痛で、僕の場合は、まあ、鼻のところに近いあたりの喉っていうんですかね、っていうところがかなり痛くなって、もう唾を飲み込むのも痛いみたいな。これまあ友達になった人とかね、友達でそういうコロナになった人から聞いてたんですけど、もう喉が痛くて唾を飲み込めないみたいなことを聞いてたので、ああ、もうまさに同じ症状が出たなと思いました。で、これになると、やっぱりご飯もね、すでにもう食欲もないのに、喉が痛いせいで、またさらに飲み込めないっていう感じで、もうすごい悪循環でした。っていうので、僕最終ね、まあ、完全に、こう、なんとか復帰できたのが、まあ、1週間、8日後ぐらいなので、そこまでね、長引いた、理由っていうのは、まあ、ご飯がちゃんと食べれなかったっていうのも理由の一つかなと思います。
で、そこから21日になって、熱もマシになってきてるんですけど、喉が痛くて、あとはそこら辺になってくると、今度は倦怠感も出てきたんですね。もう本当に1日布団の上から動けないっていう状態が、そこから、まあ、後に3日間ぐらい、熱がもう完全に下がっても続くんですけど、喉痛い、倦怠感がある、そしてご飯も食べれないっていうね、このトリプルパンチで、もうね、かなり体調が悪くなったかなと思います。まあ、そんな感じで、あとはね、徐々にこう全部の症状が改善していって、まあ大体24日ぐらいですかね、にはまあ熱もなくなって、喉の痛みもなくなって、で、倦怠感も徐々にこう復活してくるっていう感じではあったんですけど、やっぱりその倦怠感っていうところに関しては僕もかなり感じました。ただこれが、まあ、果たして本当にコロナの、後遺症によるものなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、本当にこう、熱が完全に下がった状態でも、もう布団の上から全く動きたくないような感じ。なので、一日携帯を触って過ごすとか、っていう形で、本当にこう、早く復活しないといけないのになって思う反面動けないので、かなり精神的にね、まあ、しんどい感じになりました。はい、っていう感じで、過ごしてきたんですけど、まあ僕の場合はね、まあオンラインレッスンとか普段させてもらってるんですけど、本当にいろんな方にね、ご迷惑をおかけしました。皆さんね、僕のレッスン生の方たちは、全然、気にしないでゆっくり休んでくださいねって言ってくださる方ばっかりだったので、本当に助かりました。もうね、今はもう完全に復活してる状態なので、これからね、インスタグラムとか YouTube の方もね、また再開して投稿できたらなと思います。で、今回ね、僕がなった時に、まあ、これがあってよかったなと思ったのは、まあ本当に食欲がね、なくなってる状態なので、でまあ何かしらとにかく食べないといけないので、まあポカリとか、あとはまあこんにゃくゼリーとかもゼリー類ですね。あとはまあカットフルーツとかもね、結構水分含んでて食べやすかったりするので、そういうものをね、もうひたすら食べてました。最初これだけだと倒れるんちゃうかと思ったんですけど、まあなんとかね、3、4日すると他のね、こういううどんとか食べやすいものも食べれるようになったので、皆さんもね、もしなったらまあゼリーとか、もうとにかく食べやすいもの、喉も痛くなると思うので、まあそういったところを考慮して食べ物とかもね、まあ家族の方に買ってもらったりしてもらうと、ちょっとでも治りやすいんじゃないかなと思います。で、今僕はほとんど後遺症はないんですけど、若干嗅覚がなくなってる状態です。これもね、若干、話が前後しちゃうんですけど、治る3日、2日前ぐらいから、あれ、嗅覚あんまないぞっていうことに気づいて、で、そっから、だんだんマシになってきて、今はまあ嗅覚も 70%、80% ぐらい戻ってきてる状態なんですけど、最初のうちはね、もう本当に甘い、辛いとかっていう味の違いしかわからない状態になってました。なのでね、皆さんもまあ、僕もこういう後遺症があるっていうことは聞いてたので、まあ、そこまでね、こう焦らずに、まあ徐々に良くなっていったらいいかなっていう感じで過ごしてはいるんですけど、皆さんもね、そういう後遺症があるかもしれないので、焦らず、ちょっとずつ回復してもらえたらいいかなと思います。はい、じゃあ今日はね、ちょっと英語には関係ない部分ではあるんですけど、コロナになったらね、どんな感じの症状が出るのかっていうのもね、皆さん気になると思うので、ちょっとお話しさせてもらいました。で、ちょっとね、見てもらうと分かる通り、僕ね、こう、まあ、肌がもともと弱いんですけど、ちょっとね、こう、お風呂入れなかったりっていうので、結構ね、肌が悪化しちゃったんですよね。まあ、そこまでひどくなってないので、良くなっていくとは思うんですけど、もう本当にね、コロナ、もうあまりかかりたくないなと思うので、気をつけて生活していこうと思います。はい、そしたらね、またこれからは、いろんな英語の情報とかも更新していこうと思いますので、また見てもらえたら嬉しいです。はい、そしたらね、また次の動画でお会いしましょう。Okay, so thank you for watching. Have a good one. See you later.